こんにちは。串原隆一の今日のインテリジェンスを始めさせていただきます。今日は次に潰れる銀行、<laughs> こういうテーマについてお話をこうと思います。まずですね。あのシリコンバレー銀行ですね。これが崩壊しました。まあ、この後どうなるかっていうことをちょっと簡単に予想してみようかなと思います。まあ、ちょっとね。ブルームバーグの記事を紹介しますねシリコンバレー銀行の破綻を受けて、ニューヨークや東京など世界各地の投資家が銀行へのエクスポージャーを減らし、ら銀行に投資するのやめるとこういうことですね。 世界の金融株はこれまでに4650億ドル、約62兆2000億円の時価総額を失った。まあこれだけの取引が一瞬にして消えたんですね。まあだからね、あのどんどんだから時価が下がるじゃないですか。かそんしたら下がったら下がった影響でまた自分のねあの、えー、<laughs> 自分の株価もどんどん下がっていくみたいなそういうことになりますから、えー、ドミノ倒しなんですよね。どっかとあったらダダダダーっていくっていうそういうことが今起こりかけていると。 そういううい感じなんでしょうかね潜在的にやばい銀行というのが次々飛んでいくんじゃないかそういういことが予想できます銀行株売りが14日のアジア市場でも起こり MSCI= アジア太平洋金融株指数は一時2.7%安と昨年11月29日以来の安値をつけた東京 UFJ フィナンシャルグループは一時8.3%安韓国のハナフィナンシャルグループは4.7%下げオーストラリアニュージーランド銀行は2.8%の安となったと。 米政府の救済策が、えー、とシリコンバレー銀行に続く銀行破綻を防げるかどうかの疑問から13日に、えー米,金えー、米国銀行株は急落していたと MSCI ワールド、えー金,融えー、金融株指数と MSCI 新興市場金融株指数を合わせた時価総額は3営業日で4650億円消えたと北アジアの、えー、大手銀行が、えー、SVB ですねあのシリコンバレー銀行ですね、えー、これの影響で えー、預金流出に見舞われるリスクは少ないとブルームバーグ・インテリジェンスのアナリストフランシス・チャン氏はリポートで指摘して,きている、まあ、これは前回に紹介した通りですね。が債券その他の金融資産への大規模投資を介して影響を受ける可能性があると、えー、2年も、えー、米国債金利回りは13日に1980年以来の大幅低下となったとだからみんな債券を買いまくったんですよね。でモーーニングススターのアナリスト マイケル・マグダッド氏は米経済のハードランディングと米連邦準備制度が政策を転換される確率を見極めなければならないそういうことが起こらなければ14日目の, <laughs> 14日の日本市場での金融株の動きは行き過ぎだと思われると分析したと、まあ、現段階でね、まあ、今はっきり言えることは <laughs> バイデン政権が一生懸命この金融危機構を防ごうと防ごうと努力してるわけですね。 具体的にはどういうことかというとシリコンバレー銀行ですねそれの,あの預金口座を持ってる人に対しては全額保証しますよったよ、ね、シ,リシリコンバレー銀行に投資してる人は保証しないけどとにかくあの銀行口座を持ってるお金を持ってる人は全部保証しますよっていう半分ベールアウトみたいなそういうことをしてるわけですねですから最低限にとどまってるはずなんですよでもやっぱりこれだけの株価は下がるんだとまあなかなか難しいですよね難しいです あの、なかなかね。あのまあ,あの銀行をね。作ったっていう感じ。やれたら政府がボロカスになりますんで、銀行は救わないけど、預金者は守るよと。そういう政策を打ち出してますんで、そんなにあのすごい混乱がぶわーっと広がってるっていう感じじゃないんですよ。ただ、ただそれじゃあ大丈夫なの？って言われたらそうでもないっていうのは、この問題のちょっと難しいところですね。どうもね。それがねヨーロッパに飛びきそうなんですよ。まあ、ちょっと次のニュース読んでみますね。スイスの銀行クレデス,イス レディ・ススイスグループは14日過去2年間の財務報告と管理手順に重大な弱点があったとしこれらを是正する新たな計画を採用すると発表した同行は先週の、えー、米証券取引委員会 SEC からの指摘を受け財務報告書を見直していた同行は14日に発,発表した年次報告書で2021年22年両年のグループの財務報告に関する、えー、内部コントロールが有効でなかったと説明、ね。 これに伴い情報開示の管理と手順も有効でなかったとの結論に至った。だから正確な情報を開示してなかったこういうことですね。だからさっきのねあのシリコンバレー銀行とは全く関係ないんですよ。でもちょっとやばそうだなという匂い,いがプーンとしてくるわけですね。そしたらそういうところもねガってやられるっていうのがこういう金融金融不安の時期の特徴なんですよね。 特定された最大の弱点は財務報告書における効果的なリスク評価の設計と保全の不備に関連したものだったとしているとまた 22, 日22年12月31日に終了した会計年度の財務処方を監査したプライスウォーターハウス・クーパーズこれはあ,のあ,のあれですよねあのあ会,計会,計会計事務所ですよね。これは 22年12月31日時点の財務報告に関するグループの内部管理の有効性に反対意見を表明したというとしかしながら21年22年両年の財務書評の、えー、財務状況を正しく示していると同行は説明したと、ね、手続き書ってや,やばかったんですよみたいな話が出てるわけですね。 クレディスイスは年次報告書を先週公表する予定だったが SEC が直前に19年と20年のキャッシュフロー報告について紹介してきたため延期していたと。同行によるとこれらについての協議は完了したと。ウルリヒ・ケルナー最,高責任指導者最高経営責任者は収益力回復のために複雑な再編プロセスを進めているが米シリコンバレー銀行の破綻をきっかけとした金融株の売りで困難が増しそうだと。 クレディスイスの発表が銀行セクターストレス懸念につくわり、2年もの米国債利回りが1時15ベーシスポイント、0.15パーセント強かな、これだけ低下したと。でそれで3.82パーセントになったと。14日は1時4.19パーセントまで上昇したと。クレディスイスの株価は14日の中立低調で大きく下げていると。発表によれば重大な弱点は過去何年間の報告に報告の修正につながっていた。 この重大な弱点と欠点の座禅には、相当量のリソースが必要だとしている。相当資金を集めてこないかんと、こういうことですね。<coughs> 同時に公表された、えー、報酬広報告によると、アクセル・レーマン会長は、二十二年の報酬、百五十万スイスフラン、えー、約二億一千九百万ですか。これの受け取りを辞退すると、同行の二十二年業績は年の金融、二千八年の金融危機以降、最悪だったと。 22年1月に就任した同会長は取締,役会の取締役会のメンバーに支払われる給料に上乗内される報酬を受け取らないというと報酬についての報告書も年次報告書とともに公表が延期されていると。レーマン会長が22年,から22年4月から23年4月の報酬は300万フラン次の報酬期間については、えー、年次株主総会で総額380万フランが提示される見込みと。 クレディ・スイスは会長報酬の中の株式部分を50%と現行の33%から増やすことも計画しているとケルナー CEO の22年の報酬は CEO 就任前の取締,役取締役会メンバーの時期を含めて250万フランと、まあ、こんなわけであのクレディ・スイスが飛ぶ,飛ぶとはまだ言いませんけどちょっとやばそうだと。 これはね、去年から以前またお伝えしましたけどやばいなって話はちょろっちょろっと出てたんですよねだから例えば人員整理するからっていうメールが実は信用不安につながったりとかそういうのがあるわけですよなん,かなんかあるんですよねクレディ・スイスにはねはっきりしてませんけどそれがちょっとまずやばいなとまあでもねやっぱりこうどっかがね火がついたらあのガソリンみたいにバンバンもう延焼するんですよねひょっとしたら延焼するかもっていうのがクレディ・スイスなんですよねだからヨーロッパだけじゃないんですよ アメリカもありましてね、チャールズ・シュワブっていうのがあるんですけどこれはね、えー、投資家が債券ポートフォリオに多額の未実現損失を抱えている銀行の株式を売却したため、えー、月曜日に19%急落した大きいですね19%をガーッと日で下がったのねこの下落は金曜日に FDIC に買収されたシリコンバレー銀行の急速な崩壊の後に起こったと。 チャールズ・シュワブは、えー、満期保有および売却可能債券ポートフォリオで全体で約280億ドルの未実現損失を抱えていると。えー、でニュースレター3 2 3、えー、っとまあだから結局こう債券価格が下落したので下落したやつを売ったから損が出たわけですなそれで、えー、株価がガッと下がると。だからこんな感じでね、 なんかバ,ババ抜きと同じ状態ですよねこうやってみんなじーっとやってて「どお前どれ,どれがババだと思う?」とか言ってね「ジョーカーだと思う?」とかそういうことやって,てねピッて引いたら「うわジョーカーやった!」みたいな <laughs> そんな感じですよねそれでもう下手するとドボンというねそういう,こうイストリーゲームと言ったらいいんでしょうかねなんかそういうやばい状態につながってるんじゃないでしょうかまあ,あの日本は多分大丈夫だと思うんですよねそん,な金融あのそんなにな関係は深くないんで日本に関しては多分大丈夫だと思うんですけどやっぱりこうヨーロッパとかアメリカは やばい銀行がね。飛ぶかもっていうのが今日のお話でした。では、今日はこのぐらいでよろしかったらいいです。傍聴、そしてチャンネル登録もぜひお願いします。まサン本当に助かってます。あ、本当にね。ありがとうございました。昨日1年ね、いっぱいねい。あの、いろんな方に参加していただきまして、なんとかこのチャンネルを続けることができました。本当にね。皆さんのことですんで感謝しております。ありがとうございました。まあ、これからももしよろしければお願いします。といことで、ね。じゃあ、今日はこれでとしましょうね。失礼します。